サマーレスキュー天空の診療所、生きててくれてありがとう。時藤三郎を演じる倉木先生が山で滑落するも大事には至らなかった医学生の木戸に対して言ってたんだけど、これどうしてもコミックの学みんなの山、あれの主人公である島崎三歩を意識しすぎてるような気がしてならない、はい、ボランティアの山岳救助隊員三歩は山を愛するゆえ遭難者を決して責めず、仮に救助対象者が遺体であったとしても、うん、よく頑張ったとねぎらいの声をかける、はい、でそんな学みんなの山をリスペクトする思いからなのか、今回のようなセリフをとにかく言わせたがってる、うん、でもそれが逆に違和感を生むというかね、感情がもう一つそこが入らなくなってしまうんですよね、うん、後でねこの倉木先生がね、うん、自分の昔の話とか説明しててね、うん、ああなるほどなとは多少は思ったりもするんですけど、うん、でもそんなやつはおらんやろっていう見方をしてしまうんでね、ちょっと難しい部分があるのかなとは思いますけどね。そうそうね、でまあね、あの昨日に関してもね、うん、悪天候になるかもしれないという忠告を無視して勝手に山に登っていった、うん、だから 100% 責められるべきであり、うん、でしかも生きててくれてありがとうとは言いながらそれを助けたのは倉木先生自身でもあり、はい、それにね、はい、今回でもどうしてヘリコプターで町の病院に運ばなかったのか、ね、なんとなく見てて下せないっていうところもたっぷり、確かに突風に煽られて昨日は滑落してしまった、うん、でもあの診療所があるあたりっていうのはヘリが飛べないほどの状況でもなかったように思えて、そう見えましたね、というのも担架で昨日あそこまで運んできたわけでね、その間にヘリに連絡して呼んどきゃいいんじゃないかと思いますね、なんといってもね、局所麻酔は可能だったとはいえ患者にかなりの苦痛を負わせることになったわけで、そんな状況がある程度分かってるんだからもうヘリコプター呼べやええんすよね。さらに言えば前に麻酔なしで処置っていうことがあってかなり困ったことがあったのに、その後こんな時のためにとか対策を施していなかったっていうのも不思議ですよね。で第一ね、まあ他にね怪我のしようがないって言ってしまえばそれまでなんだけど、毎回毎回滑落しすぎねえ、そんなに危なくもないっていうか、そこそこ気をつければ安全な登山ができるようにいろいろと配慮もされてるわけで、はい、あれ見てたらね、山ってめっちゃ怖いところやと思いますもんね。確かに怖いは怖いんだと思いますけど、ちょっとねということで、まあ今回のエピソードも結局木野が最後に自分は山を降りないっていう風に前言を撤回、この心変わりをしっかり見せるためには、町の病院へヘリコで降ろしてしまったら元も子もなし、そんないろんな目論みが絡み合ってこんな筋運びになってはいるんだけど、その辺がやっぱりスッと入ってこないんですよね。とにかく描こうとしてることと実際にそれを見せられてる視聴者側の受け止め方の間に意外とギャップを感じてしまうサマーレスキュー、はい、でその一方で、はい、今の日本の医師不足、看護師不足はもう山の診療所のようなものを許容できるレベルじゃない。一人でも多くの患者を見るためには大病院に人材を集中させるしかない。山で一つの命を救う間にこっちで多くの命を失うかもしれないんだ。でこのある意味もっともなことをあえて今回は何度も念押しする形で描かれていった、はい、そしてついに倉木先生は山の診療所を閉めることを決意、はい、ということで、ちなみに倉木康則を演じる時藤三郎自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、まず沢口先生との意見の相違に関しては、大きい組織になると医療の本来の姿とかけ離れたことがたくさん生まれてきてしまうんだと思います。組織を維持するための機構になって、組織を維持するためのお金の動き方になって、人を助けるということから少しずつずれていく。それがいいとか悪いとかということではなく、そうなっていくものなのではないでしょうか。その中で人が人を助けるとは一体どういうことなのか、忘れてはいけない信念のようなものを倉木は持っているんだと思います。もちろん沢口もそれを分かっているし忘れてはいませんが、病院はこうじゃないと動いていかない、世の中はこうしないと動かないということを分かっている人間なんですね。根本的な部分はお互いに分かり合っているはずなので、立場として対立はしているんだろうけれど対立ではないという微妙な関係だと思っています。とにかく医療は産業という形で組織が膨れ上がっていく中で、医療の本質、人が人を助けるということが一体どういうことなのか、もう一度見つめ直していこうというドラマです。それを表現するための山の診療所ですし、そこで起きる様々なこと、そこで生活している人、大病院で働いている人、様々な人生がそこにあります。
そういう部分を楽しみつつも、医療の本質というものを交えながらストーリーが運ばれていきますので、人が人を助けることとは何だろうということを一緒になって考えていただければいいなと思います。ところで僕自身、このドラマへの出演が決まった時に最初に思ったこと、海でも山でも空でも僻地でのロケが大好きなので、台本を読んだ時、この話は面白そうだなと感じました。山の診療所という存在も知れませんでしたし、実際にそういうところに情熱を燃やす先生がいると聞いて、倉木とはどういう人なんだろうと興味を持って読ませていただきました。倉木の設定を聞いて、医者という固定概念を破ったところに存在している人だということに興味を持ちましたし、ぜひ演じてみたいと思いました。ということで、うん、何はともあれサマーレスキュー天空の診療所、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい、